いが料理はまずいって評判なんだよな。うち。それを先に言え。やめてんのけこのガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ、困ったお客さんだな。片付けろ。たく、タリーナ、俺に何の用だよ。豚が喋ってる。いちいち驚くな。これだから田舎者は。ホーク、床掃除頼む。めんどくせえ。ジャンパン処理係も楽じゃねえぜ。たく、もうちっとマシなジャンパン食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。滞在？おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら七つの滞在よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で見れた姿じゃなかったっていうじゃねえか。団長のメリオダスってのがまた恐ろしいやつだな。国一個滅ぼしたって話もあるくらいだ。更新されてるぜ。やっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか。七つの滞在？ありがとうございます。ここは、あの、私はなぜ？ふらっと店に入ってきていきなりぶっ倒れたんだ。お前店？豚の帽子で俺の店だ。あなたがマスターさん？
おかしいか？いえ、その…あ、これか。ビビった？つかだけでもちらつかせてりゃそれなりに見えんだろ。これぞ食い逃げへの抑止力ってやつだ。おめえの飯を食わされた挙句に金振る。あ？シャネル豚さんだ。フォークだぜ、よろしくな。そうだ、フォークちゃんも。フォークじゃねえ、フォーク。解放していただいた上に食事まで、なんてお礼を言えばいいか。礼言う前にまず食ってみな。はい、いただきます。どうだ、まずいだ。はい。やっぱり。でも、もうお前探してるんです。七つ、なんでまた火薬刀だぜ。なんだ貴様。俺はこの店のマスターだ。サビの騎士はどこにいる。そいつを出せ。出てこいよ。俺を呼んだか、このサビの騎士フォーク。この豚が七つの大罪ですか。なわけないだろ。なんと俺は残飯処理騎士団団長なんだぜ。な騎士団があるか。この豚でよければ煮るなり焼くなり好きにして。どっちも勘弁しろ。かっきー、騎士を愚弄するとはいい度胸だな。アリオニさん、裏から女が逃げました。何、急ぎツイーゴ様に伝えろ。おそらくその女がサビ抜きした。おい、来るぞ。
一人追い込んだならば相当な手柄だ。そうなれば俺なんだ、豚が突進してきます。油断するなね。通告にあった人間かどうか確かめるのを忘れておった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいか。お前たち何を勝手に生きておる。わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。してどちらが7つの大罪、どちらも。これはわしも運がいい。その耳飾り、つまり恩美は決定。エリザベス王女。エリザベス王女？エリザベス王女っつったらこの国の大佐王女様じゃねえか。恩美には王国から捜索指令が出ておりました。生きたままトライオとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。おお、決定、事故死。ほらこら。
決定。フルカウンター。決定。フルカウンター。俺の勝ち。おい、どこ行くんだよ。逃げ切れません。お前、あきら、私が。この道ありゃ、俺たち両方殺す気だぞ。どうして、私、正体がバカなに。あなたから私は。メリオダス。あなたは、そのシンボルは、決まった。7つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。